今日はあの会場に来てくださる時にリクエストカードを書いてくださってるん でさっきまでね、あのスタッフのみんなでこうやって何の曲が一番リクエスト多いかなとかね、あのどの辺からみんな来てくれてるのかなとか言いながらこういろいろあの読ませていただいて、それでその中からある程度ちょっと選ばせていただいたんですけれども、ちょっとご紹介しますね。この方はね、女の子だ。菊井美代子さん、21歳。え、誰？俺なんて女の子だっての、最後のバースデーコンサートを終え、また新たな気持ちで旅立ちという意味も込めて、初心忘るべからずです、これからも輝く直子さんでいてくださいとかね、あと、デビューしたての時直子さんにサインをもらい、僕の名前日付とこの曲名を入れてもらったから、というここに書いてくれてますけど、この方は横浜市の黒瀬春夫さんっていう方。あのちょっと私今もう暗くてほとんど皆さんの顔見えないんですけど、どの辺にいらっしゃいますか？最低よ、最低だって。一人しかいないのに誰そうやって返事するのは。もういいもういいもういい、次あのね、この方小川雅治さん、アイドル歌手などには全く興味のなかった私がこの曲でデビューした直子さんを見て理想の女性を発見し熱烈のファンになってしまいましたというようなメッセージを添えてくれてます。あの今ご紹介している曲はというと、ご存知、私のデビュー曲、大きな森の小さなお家の曲なんですけれども、その他にもこの曲にリクエスト書いてくださった方いらっしゃいますよね。ね、はい、ありがとうございます。この初めてデビュー曲大きな森の小さなお家をもらった時の気持ちっていうのは今でも本当にはっきりと覚えてます。あのレコーディングした時もね、なんか本当にこう落ち着かなくてね、で私自分自身のレコードが出るっていうのもすごく不思議で、今こんなこと言うの変なんですけど、あのレコード屋さんに行ってねレコード買ったりとかもしたし、でも、やっぱり歌手になることが決まってすごく喜びもあったんですけど、本当にやっていけるかなっていうやっぱり不安っていうのかな、そういうのももちろんあったんです。でもちろん家族両親の反対などもありましたし、でも自分は歌手になりたいっていう小さい頃の夢があって、どうしてもやりたいっていうことで説得して歌手になることができて、でこうして今舞台にステージに立つことができて本当に嬉しく思います。河合奈保子から河合奈子になって初めて歌った歌です。大きな森の小さなお家、聴いてください。いつでもお話しして。
見たことない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 誰も触ってない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 青い泉と小鳥たち不思議なメロディー口ずさむんですあなたと Maybe 結ばれるハーフムーンの糸を弾いてBeep.